はい、どうも、ムンです。今回買ったゲームソフトは4本です。はい、こちら。スカイデストロイヤー。よいしょ。スイッチ。うん、はい、ワンプレイヤー、台東さんの 3D シューティングゲーム。よくできてるよ、当時のものとしてはね。結構操作性もいいし、悪くはないよ。下に落として何に当てるんやろね。あ、これか。船か。船に攻撃するの。あんまり難しくない。あれみたいに。トップガンとか。あ、なんだっけ。スペースハリアじゃなくて。あれみたいにね。速くないから。敵が少ないよね。まあ、だから子供でも遊べる。楽しめる。これゼロ戦か。お、背景パーク。夕方になるんや。時間の前になるんや。まあシンプルなんやけど、距離感もよくわかる。ボスとか出てくるのかな。結構ね、単調なゲームだね。死んだ。わざと死んだんやけど。あ、船が見えたね。まあ、可もなく、不可もなく、なんか変化あるのかな。大きな敵が出てきたりとかしないのかな。もうちょっとした暇つぶしができるように。上海。はい、上海も文さん大好き。ただこの上海はね、ちょっとね、見にくいんですよ。これはまあ、神経衰弱みたいに同じ仲間の灰をね、消していって、全部消せればね、OK。あの、色によってね、重なってるんですよ、これ、本当は。この黄色の下にもう一段の白があって、この緑か水色か知らんけど。の下に黄色があってね。このピンクの下に緑があって、黄色があってね。要は4段目、これ1番目4段目なんですよ。これでね、消せるものがない。こうやってパーソーパーソー。こうやってね、いいピン。こうやって消していくわけです。全部ね、消えたら終わりだけど、途中でね、うまくやらないとね、重なっててね、消せなくて詰んでしまったらゲームオーバーっていう、ね、シンプルなゲームなんですけどね。まあまあまあ面白いですよ。でもね、これ色で分けてるから見にくいんですよ。上海2。これね、上海からだいぶね、改良されましたよ。見やすくなりました。はい、やっていきましょう。上海2。ソリティアモード、トーナメント、チャレンジモードってなんかいろいろあるのね、セッティングとか。新しくなって。これね、上海の1のね、欠点、色でね、段差を分けたのをちょっとだけね、立体的にして、ね、こう重ねてるのが見やすくなったのが上海2です。まあ、だいぶ見やすくなったけどね。もう、分散的にはね、PC エンジンの上海大好き持ってたんやけど、まあ、PC エンジンが一番見やすいんやけどね。こうやって消せるんですね。なん。もうだいぶ見やすくなったね。1に比べたら。2やったらもう1なんかやってられないよね。まあ暇つぶしには持ってこいの。こうやってね、ひたすら消していく。まあ一人でやるゲームです。これ受けんの？感じです。まあ、全部いけたらね、結構爽快感ありますよ。はい、マイティーボンジャック。これね、映画にもなったよね。映画の題材かな。スイッチ、オン。プッシュスタート。はい、こうやってね、ピラミッドの中なんですね。中に入って、最後ね、ピラミッドのね、上からね、脱出するっていう。これ、マイティーボンジャックは面白いよ。ゲームセンターね、CX っていうね、テレビ番組もあったんやけど、それの映画化されたやつでね、出てきましたね、マイティーボンジャック。一応、ブンさんも一応ね、これクリアしたことあるんやけど、といってもね、レトロフリーク使って、
セーブができるね、レトロフリーク使って。一応、旬とこまで行くけど、これなんか、B 押すとね、変身できるんですよ。なんだっけ？変身するとそのまま取れるんやったか。あ、そうですね。普通の色はね、こう、飛ばな、あの、宝の上に乗ってこうやってね、飛ばなきゃ開かないんやけど。青やとそのまま横から取れるんやったかな。じゃあ、オレンジか。オレンジやと横から取れるんですよ。青はどう、青は何やったっけ。青は何だっけ、無敵やったのかな。これ全部取るとね、扉が開くんですよ。はい、これはね、無理ですね。セーブないと全部クリアするなんて無理ですわ。凡人には無理ですね。これ当たったら死ぬなったっけ。これ全部取らなきゃダメなんだっけ。青ってなんだっけ。死にたくないんやけど。オレンジはわかるんだけど、青ってどんな説明してみなきゃわかんない。あ、全部取らなきゃ扉が開かないんですよ、多分。違うのかな。あ、開いた。取らなくていい。ほい。ああ、取れなかった。取らなきゃダメなのかな。邪魔だな。うわ、届かない。うわ、邪魔邪魔邪魔。うわわわわわわわ。A ボタンをね、空中で A ボタンを押すとスピードが落ちるんですよ。落下スピードが落ちるんですよ。開いた。あの音ない。ほっほっ。全部取れなくても良さそうやね。結構うまいぞ。ラウンド2。ラウンドいくつまでやったっけ。50ぐらいあんのかな。まあ、だん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 ね、難しくなってくるんだけど。これ当たったら死ぬんだったっけ、一撃で。うわぁ、うわぁ、死んだ。あ、死ぬんや。マイティーコイン取るとね、変身できるの。今のはね、巻いていこうんですよ。あ、緑もあった。緑なんだっけ。緑も横から取れるね。扉が開かない。
上からか。うわ、あれ開かないよ。こっち行ってからか。これか。結構な迷路になってるのかな。おお。はい。結構行くね。さすがに1時間とかになると思うけど。あんまり本気でやらなくていいかな。あ、隠れキャラみたいなのがあるんですよ。あ、死んだ。思い出した。うわ、あ、緑になると敵はコインにしてしまえるのかな。あ、上にも行けるね。これどっちに行くかで変わってくるんですよ。なんか危なくなったら緑にすればいいのか。 B ボタン押してね。隠し扉があった。取れない。うわ、ダメ、やばい。終わった。いけなかった。コインが足らなかった。オレンジで止まっちゃった。はい、面白かった。はい、今回紹介したゲームソフトでね、思い出とか豆知識とかありましたらね、コメントにね書いて教えてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。ほなまた。よかったらチャンネル登録お願いします。